ターゲットを持っている方法でやってるとやないか。ターゲット、幹部がターゲットしている方法でやってるとやないか。だからそのために人間が他にいなくなる。とりあえず、なくなれば、ね、相手のところから見えない。こう入って。
もう言う。いろんなことできるから。一番簡単なのは多分、ね、目の前に。この手捨ててないと、本当は取れない。この手がいい。この手をもらう。で、触る。で、こう出す。こうして、こう動く。これ一番簡単。じゃこうして、回った時は、こう立てて、で、これやられないようにするには、こう入ってきて、脇の下取られちゃうから、ここ。こうやって、こうやって、入られちゃうからね。だから、こう入ってくるとき、入ってくるときに、この手は捨てて、なんだろうな、こう、ビュンって、こうやって打ったら、こう、そう、入れない。この手を脇開いてると、こう入られちゃうから。ね、こう入られちゃう。だから、ここの時、ピュンって、ピュンって打った時にもう入ってる。下に。で、こうって、ここに入ってる。だから、ここ取られる時は、こうやったら取られちゃう。でも、こう落としちゃってるから。もう入れない。ここ。危ない。そしてこういくよ。こう下ここの辺に同じようにやるんだけど、脇を取られないで相手を崩しちゃって、そういう話。だから脇取られるようにダメ。こう入ってたら取られちゃう。だからこう打ったらすぐこういうの脇を開けないときに、脇を開けてるとこれやられてから、これ脇をちゃんと締めて、彼女のおへそがちゃんと僕の方に出てる。そう、やり終わらないからね。これ。こうなれば、もう落とされちゃうから。落とされちゃうね。要はこのこれピュンって切るっていう、そういう話。いやこれ切るのを忘れて、こうやって入るのを優先しちゃうと、こう取られちゃう。さあピュンって入った時にもこういう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 下を下、隙間がないよ。いつも こうやっていろいろこれこの会社だもんね。こうギューって押してきたら、彼女は向こう行っちゃってありがとうね。本当に間違っちゃうとか。じゃね。でこう来て、もうこっち入ってくることですよ。それから押してくればありがとうね。押してくればいい。だからちゃんとこう来たときに、俺がやる。こう来たときに押してくれば向こう持ってかっちゃうから。入りや、なんと押さないで、こう来たら逆に押してるから。じゃあいいよ。こう来て、ここにこう入ってるからさ。いいね。それいいね。一挙すごくね。じゃあいいや。こう来た時に、そうそう。したら腰を返して、もう一挙こうなっちゃう。ここで強調したら。強調したらこれに比べて、こうなっちゃう。強調しないで、しないでステップ。しないで、こう。しないで、競争しないで組んでくる。それが捨てられちゃうと、取り残ないから、取り残ないから返せないんだ。捨てたんだよ。こう捨てた。これをやった方がいいかな。こうやらないこと。
ったらこれを支えにして神はあーって表を入れて入れてで、ギュッてで、こうそうか、これさ、こうやっていくときに手返しがあるのこれ、打っていくときにやられ、これやられてたらこれ、開けて胴部やってくださいね、胴部じゃなくて、いつも岩こう、こうなってるこうなってるいつもこれこうなったらやられるときだよやられるときだよこう打ったときにで、なんかね、こうなってこうやってやられるからこれで、こうなってこれピュンと押されてたらやられちゃうだから、こうなった時に割って締めてる割って締めてればこうなったって割って締めてこうなったら割って締めてこう剣術と同じこの部分は脇開いてるんでねで打つときはゴム縛ってるまあこれオーバーやってるけどでも脇してたもんやるじゃんでも何とか何しろ何しろ大きくしたらやられちゃうから脇締めちゃう脇締めるとこがこれ僕の時に大きくこうやってきたときこっち、こっち、何したっけさっきの手じゃないでさっきに、だから脇開けてこうに来たらやられちゃうなこうなんですよこう息も同じですから、息も振っていくときにこれをやられる形だから、このときにこう振り返ってこう来た時にこの脇をつけると